第五年を、第五年を、第五年を、1926年1月2日台は、日本の柔道家、行動館10段。戦後の柔道界を牽引した一人であり、同時期に活躍した松本康一、吉松義彦、石川隆彦、夏井正吉らと繰り広げた数々の名勝負は、現在も柔道界の歴史に刻まれる。 行動官研修院や警察大学校師範として、更進の指導にも当たり、モントリオール五輪やロサンゼルス五輪では、男子柔道競技の監督を務めた。2006年には、行動官より事実上の最高段位である10段に、列せられている。1925年の年末12月26日、千葉県安房郡船形町、現、立山市中塾で、 米国や種類を販売する商店を営む、第五武兵の四、男として出生。第五家は、江戸時代より代々捕鯨を制御とする家柄で、初代、新兵はかつて、千葉県の七成人に数えられるほどの腕前であった。1938年に、船形神城高等小学校を卒業して、県立安防中学校、現、県立安防高校に入学するも、部活動では、 水泳を選択し、当初は柔道には授業で触れる程度であった。中次縁を患ずらって1年生の夏休みに水泳部を休んでいると、身長179センチメートル、体重85キログラムという大柄な体育を見込まれて柔道部に勧誘されたことが、八和の道に入るきっかけとなった。柔道部では、師範の高木一八段に指示し、厳しい指導の下で、 第五は実力を磨き上げていった。第五本人は、引っ込み事案の性格だったが、稽古で引っ張たかれても辛抱する心はあった。まあ粘りはあったのかなと振り返る。1940年2月付で、行動館へ入門し初段審査に合格したが、年齢が若すぎたため商談保留となり、翌41年1月にようやく黒帯を許された。選手としては3年時の1940年間、 大会、団体戦で8勝として、出場、大悟はこの大会で全勝する活躍を見せて、チームの優勝に貢献し、以後は、その嬉しさから一層熱心に稽古に打ち込んだという。一方、相撲部の試合に借り出された大悟は、千葉県大会で、団体優勝、個人戦準優勝の成績を残し、全国中東学校相撲大会への出場権を得た。団体戦で、 安房中学校は、高知県代表で前年優勝校の、旧西高知農業学校、現、県立高知農業高校を初戦で下すなどし、青森県代表の青森県農学校、現、県立三本木農業高校に敗れるもベスト16、理を果たすなど有名をはせて、また、この団体戦で4戦全勝した第5は、個人戦への出場権を得て2回戦を勝ち抜いた。 これら一連の活躍が、立浪め門の目に留まり、自宅や学校にまで、大悟の勧誘に訪れる騒動に、実際に講演会ができ、冒汁などという仕込めまで用意されるほどだったという。同時に、大悟は、柔道で1942年2月には、行動間2段くらい、同年9月には3段を許されるなど当時としては、異例のスピード商談を果たすと、 柔道をより専門的に学びたいという意欲が湧き、また、安房中学校の先輩の多くが東京高等師範学校に進学していたこともあって、同校体育科二部、柔道専攻へ進む決意をした。東京高等師範学校で、第五は長岡修一や橋本昌二郎、大滝忠夫らの親に指示して、柔道修行に励む。年月には、 高度官の春季紅白試合で三段の部に出場して十二人抜きの異業を演じ、四段への抜群商談となった。一方、当時は太平洋戦争の真っ只中でもあったので学校での授業は次第に行われなくなり、勤労奉仕として東京市内の工場での軍事物資の生産に携わることとなった。さらに、第五を含め東京高等師範学校で、 柔道や剣道を専攻する1.2年生。約80名は1944年9月に静岡県神原町、現、静岡市清水区の日本系金属神原工場へ借り出され、そこで軍用機の機体に使われるアルミニウムの生産に従事。鉄屋の作業もありえ労働ではあったが、工場側の配慮もあって食料に不自由することはなく、第醐は、 工場不設の武道場で柔道の稽古を続けることができたという。同年10月には、行動監修機構白試合で四段の武大将に抜擢されて五人を抜き成績抜群、18歳ながら、早くも五段位を許された。1945年2月に徴兵検査で、公主合格となり、7月には、静岡から招集されに当兵として、 千葉県桜の陸軍不評333連隊に入隊ほどなくして、郷里、立山の海軍法術学校へ移動となり、アメリカ軍の本土上陸に備えた。第五によれば、軍隊生活はひどいもので、何しろ軍服のサイズが小さくて、ボタンが閉まらない、作戦も、海岸に穴を掘って、爆弾を持って潜み、敵の戦車が来たら、やっつけろというものだったと実解する。 わずか1ヶ月後には終戦を迎えた。復員した大吾は母校、東京高等師範学校に復学するも、懐かしい校舎は戦火を被って破壊され見るも無残な姿と化していた。武道が軍国主義の象徴として GHQ により禁止されていた中、大吾らは体育専攻の学生として授業を再開し、決して良好とは言えない環境下で勉学に励み、また、 あらゆる手段を講じて、懸命に柔道の稽古に取り組む大吾の姿があった。教育職員免許状を受けて1947年3月に東京高等師範学校を卒業すると、体育教師の肩書きで、三重県の県立寺山田商業高校へ赴任。ここで、学校授業の他町の有志らと共に汗を流し、週末には近鉄線を乗り継いで、 京都の武徳殿や大阪のニュージャパン柔道協会まで、赴いて、稽古に励んだ。1948年3月には全関西対、全九州で争われる、第二回新生柔道大会に、関西軍選手の一人として選抜され、個人戦では、初戦で、戦前の柔道王、木村正彦と、相対し、大金星とはいかなかったものの力いっぱい挑戦した、ことが、 のちのちまで思い出として残っているという。その後三十件警察より、柔道教師の誘いを受け、これをかつて、かつての恩師、大滝忠を八段に相談すると、大滝の回答は、職を用意してやるから、東京へ帰って来いというものだった。前にも増して柔道への熱意が強くなっていた大五は、大滝の善意をありがたく受け入れ、1949年4月に、研修員という肩書きで、 行動館へ復帰した。主な仕事は、雑誌の編集と行動館道場での指導だったが、当時の行動館には、各大学から腕自慢の学生たちが通い詰め、同じく研修員となった、大沢慶己とともに、学生を相手に稽古時間の2時間はほとんど休む、暇がないほどの荒稽古をこなした。師範としては、三船九造や佐村海一郎、飯塚国三郎、中野正蔵。 おだつげたねらそうそうたる顔ぶれがあったが、すでに高齢であったので、稽古で若者たちに胸を貸すのはもっぱら大悟と小沢の役目であったという。毎日午前中は、警視庁へ顔を出し午後は、行動館へと通う生活を続け、1950年には、警視庁入りを打診されたが、行動館に軸足を置いて活動したい意向を持っていたことから、大悟はこれを誇示している。 なお、この頃の醍醐は、戦後の混乱期という状況下で住む家もなく、行動館の地下にある更衣室に寝床にし木製の、ロッカーをひっくり返して布団を敷いて寝るという生活で、食事も、かゆのみという苦難の時代でもあった。身長179センチメートル、体重109キログラムと、堂々たる体格ながら、うまさも兼ね備え大外刈り、内股、甲内狩り、 太陽地等に長じた大醐は1949年1月に六段に商談し、同年5月の第2回全日本選手権大会に東京代表として初出すると2回戦を勝ち抜いて3位入賞を果たした。同年10月の第3回全日本東西対抗大会は東軍副将に抜擢され、二人を抜いて三人目と引き分ける活躍を見せた。 公開競技として開催された続く11月の第4回国民体育大会三人制団体戦では東京代表の一員として出場。東京代表チームは圧倒的な強さで立て続けに相手チームをほふり、大将として貢献した大悟も、また大悟強しとの名声を全国に広めた。1950年の全日本選手権大会は、またしても、 第3位に甘んじたが、3度目の出場となる1951年の第4回全日本選手権大会で、第5は優勝候補の最有力と目され、これに応えるかのように、元全日本王者の松本康一七段や第5、羽鳥照久六段らを下し、決勝戦では、後々までライバルとなる吉松義彦六段を鮮やかな大外返しで返して一本勝ちを、 奪い選手権を獲得した。この大会の優勝者は12月にパリで開催の第1回欧州選手権大会に招待されることになっており、実際にフランス柔道連盟会長の招待で11月28日から、加納館長、松本義蔵七段、田代重徳の他京都から参加の栗原民夫9段に帯同する形で欧州六カ国を歴訪した。 周囲の反対を押し切って、これに参加した大悟は全日本王者として、各国の選抜選手を相手に掛け試合を行い、その圧倒的な強さと妙義とも言える華麗な技を持って、満場の慣習を強嘆せしめている。大悟の回想によれば、施設一行の内選手は、大悟一人のみであったため、現地で体調を崩して実技ができなかったら、 日本の恥になると考えたため非常に緊張感があり、実際に現地では種類は一切のまずに設制を心がけたという。なお、この間イタリアではピウス12世への越見が許され、バチカンの法王居室では握手を交わして記念のメダルを排除した。続けてカナダアメリカ合衆国を歴訪し、2月15日に 温暖なハワイから帰国すると東京は大雪で、第5はその寒暖差から風邪をひいて1週間ほど寝込む、浮き目に。その後道場に復帰する後に足がつかず、5月の第5回全日本大会は準決勝戦で、吉松義彦六段の内股に畳を背負い3位に止まった。それでも8月の第5回全日本東西対抗大会に、東軍の3勝として出場し、 生軍副将の広瀬岩尾七段と大将の伊藤、徳寺七段を破って、東軍に副将、大将の故死の解消を、生、もたらし、第五自身も最優勝選手賞を受けている。1953年1月には、行動官の研修員主任を拝命し、将来を職望される学生のほか来日中の外国人修行者の育成の任に当たったほか、技や方の研修、 可能理政官長のサポート役をこなした。このほか、行動官が特に有望な学生を特別研修生として選抜し、明治大学の黒住大和と、東洋大学の山岸一がこれに選ばれると、大吾は二人を自宅に預かって、新食を共にするなどして、育成に勤しみ、これらの制度は1960年頃まで続けられた。この行動官時代に、 第五は1956年6月には30歳の若さで7段くらいに列せられている。一方で1953年5月の全日本選手権は大会直前に右手首にドケルバン病を発症して出場を辞退。この治療には数ヶ月を要したものの翌54年5月の第七回大会では決勝戦で第五より一回り大柄な部出身の 中村つねお七段を判定で下し、自身二度目となる選手権獲得を成し遂げた。1955年は5月の全日本選手権大会を目前に、警視庁での稽古中に、右膝の人体帯を負傷し、本大会への出場を断念。翌56年は5月に開催を控える世界選手権大会の代表選考となる4月の、 日本代表決定大会に出場するも A 組にエントリーした第5は決勝戦で夏井登吉六段に敗れて記念すべき第一回世界選手権大会へ出場は叶わなかった。第5は本来よく動いて自分のリズムに相手を引き込み試合を優位に進めるタイプだがこの夏井との試合は自分の動きが逆に夏井のリズムに転化されてしまったとのことで第5は 自身の対応の甘さに加え、夏井の成長が印象的でもあったと語っている。1957年は全日本選手権大会の予選となる東京都選手権大会にて3回戦で、早稲田大学学生の三宅銀さんを相手に得意の大外刈りを見舞って勝利するも、今度は軸足である左足の膝人体帯を負傷し、全日本本大会への出場はやむを得ず辞退した。 1958年5月には4年不利の全日本選手権大会出場を果たしたが、初戦で天理大学の小賀昌横断と試合時間いっぱいを戦って疑惑の判定に涙を飲んだ。同年11月の第2回世界柔道選手権大会代表決定戦に指定選手として選抜されていたが、大会直前になって体の故障を理由に出場を取りやめ、第5は 以降の大会に出場することはなかった。しかし代表決定戦の頃に、第醐は大沢慶己と共に、北海道へ柔道指導に赴いており、この稽古風景を目にした柔道評論家の工藤雷介は、特段どこを負傷しているというわけではなかったと述べ、春の全日本選手権大会のどちらが勝ったかわからぬ試合を負けにされた原稿の審判規定に対し、 無言の抵抗というように受け取れたと続けている。正確な引退自由を本人は明かしていないが、大悟はかねて、より膝だけでなく右肘も痛めていて、腕がまっすぐ伸びずに湾曲するなど満身創意の状態であったことは事実であり、大悟自身は後に多くの支援者、応援者に支えられて戦った。この支えがあったからこそ、くじけることなく、 戦い抜くことができた、とても充実した、選手時代であったと語っている。なお、柔道評論家の黒田武史は、第五の現役時代を振り返り、彼の技には強引さがなく、動きの中に自然に相手を崩し、賭けの力に集中するので、実に素晴らしい切れ味を持っていた、木村雅彦のような鋭い気迫は見られないが、柔道の大型選手としてうまいのは、この人が、 最高と絶賛していた。第五は引退後、指導者として東洋大学で山岸一志山枝幸を加藤正春ら後に全日本や世界の舞台で活躍する選手を育成したほか、国士館大学や実業団の NEC でも更新を指導を。かねて、より関わりのあった警視庁では、1962年6月に当時の原文兵警視総監より技術リ員。 副主席師範を委任されて、主に選手クラスの強化を担当し、また時間的な余裕があったため、引き続き行動官にも顔を出して、指導に当たった。一方、1960年に東京高林での柔道競技採用が正式に決まると、翌61年2月には全日本柔道連盟の中に委員会が設置され、第五の他大沢よ美、み、 山敷君吉の3人が強化コーチに指名されて、この重要役割を担うこととなり、さらに、同年4月には、日本体育協会からも、柔道競技の強化コーチを任せられた。全国から、えりすぐりの有能な選手を集め、全日本柔道連盟として、初めての強化合宿を行うなどし、東京五輪の大会本番では4階級のうち、無差別企業を除く3階級で、 金メダルを獲得した。1966年、警視庁の中に、警察官の必修科目ともなっている柔道、剣道の指導者養成を目的とした、柔ら剣道指導者養成家、後逮捕術等もコースに加えて、十課指導者養成科に、解消が組織されると、第五は、警視庁議官、警察大学校教授の待遇での就任を打診された。これを引き受けた大吾は、 各県の警察本部より推薦された柔道担当者を1年間指導し、これらの生徒はかつて、かつて選手として活躍し、大ごとも窮地の中でもあったので、厳しい中にも笑いあふれる楽しい学校生活を共に送ることができたという。全日本柔道連盟では1965年より、審判委員会員、1979年から1990年まで、 理事を務めて長く柔道会の運営に携わったほか、一方で同意に袖を通すことも、おろそかにはせず、行動官では1981年に、道場指導本部が創部されると、部長の小谷清の球団の補佐役として、副部長に就任している。このほか、全日本柔道連盟の推薦を受けて、日本体育協会にて1977年から1985年までの、 間に評議員、理事を拝命し、加えて、同協会の協議力向上委員も務めた。また、引き続き全日本代表強化の第一戦でも尽力し、1979年には、広瀬岩尾八段の後を継いで、協会委員長を拝命、以後は、世界選手権大会のほか1976年のモントリオール五輪や1984年のロサンゼルス輪で、 柔道競技の監督を務め、年末年始の休暇も返上して、選手強化にいそしみ、いずれも半数以上の階級で選手を金メダルに導いた。しかし1988年のソウル五輪では、惨敗を喫し、斎藤一志五段が重量級を制して何とか、面目を保つのがやっとであった。翌89年3月には、任期満了により10年間重積を担った強化。 委員長の職を辞している。柔道の国際的発展に伴い行動官が国際交流基金からの指導者派遣要請を受けると、第五は責任者としてその人選に当たった。年単位の長期派遣であったため難航を極めたが、警視庁に直談判して同意を取り付け、セネガルなど柔道行進国に継続的に指導者を派遣することに成功。立場上、 第五自身も暇を見ては現地に赴き、派遣前の事前調査や派遣後の指導員の生活環境指導内容の視察を行うなど、精力的に海外を飛び回った。第五が後に、世界中に友人、知人ができ、今でも交流が続いている。世界のどこへ行っても知っている人がいるから楽しいと、語る年には、このような地道な草の根活動があった。 1985年7月には、警察大学校の十課教養部長に昇進し、翌86年の定年退官後も引き続き、非常勤講師として20年以上指導を行って、契約40年の長期にわたり、警察官の育成に汗を流した。合わせて86年4月には、行動官の道場指導部長も拝命している。これらの功績から1992年には、 行動館評議員となり、また行動館、創立110周年に際して大悟は球団くらいに劣勢られた。商談に際し、この旅の商談を機に、日本伝来文化である行動館柔道のため、今まで以上の努力と最善を尽くす覚悟と意気込みを述べていた。人生を柔らの道に捧げた大悟は、前述の通り行動館や警視庁、 あるいは全日本代表の舞台に軸足を置いて、選手育成に不信する一方で、この道の進行のため多くの著書も残している。1970年に大衆館書店より発刊された柔道教室は現在まで50回近い再販を重ね、中国語の海賊版まで出回る始末に。また、柔道、投げ技、上、中、下は日本語のみならず英語、ドイツ語、 フンス語にも翻訳されるほどに、世界中の柔道愛好家たちから指示を受けた。温厚特実で何の寺らいもない人柄と柔道界に、対する永年の尽力、功績が認められた大五は、2006年1月8日、行動間鏡開式において、同じく柔道の発展に寄与した、安倍一郎、大沢慶己と共に事実上の最高段位である柔段に、商談。 三人での同時商談は、史上初めてのことであった。1991年に、小谷清キこれが母子て、以来15年振りの銃弾誕生で、120年以上の歴史と177万人を超える有弾者、いずれも当時を抱える、行動間でも銃弾を受けたのはわずか15人、実に12万人に一人という狭き門であった。第五は、 現在、1998年頃より開始した、第五の個人研修会、区伝会にて、同志らと共に、柔道系、古式の形の研究と研鑽に勤しんでいる。また、長野県松本市で1997年により、始まった、自身の名を冠す少年柔道大会、第五年を拝全国少年柔道連成大会を、通じ、青少年の育成を全面的にバックアップしている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。